はい、こんにちは。リアルな夕食です。トマトに切れ目を入れます。こんな感じ。沸騰したら、トマトを入れます。入れ方にこだわりはありません。冷水で粗熱を取り、皮を剥きます。玉ねぎをみじん切りにします。トマトの水気を切ります。塩、コショウ、オリーブオイル混ぜます。出来上がりです。ヘタもそのまま食べます。